やばい。今日の企画は100円ショップにあるもので好きなキャラクターを作ろう。100円ショップにあるもので、はい、今日ママが買ってきました。マネキン買ってきました。1個600円。いくらかかるやん。600円かける3は18,000。ブー、ゼロが1個多いです。1800円。そうです。このマネキンを使って好きなキャラクターを作ってもらいます。いろいろね、買ってきました。みんなの好きなキャラクターはわからないのでね、家にあるカツラだったら使ってもいいし、なければ毛糸とかも買ってきたんで大変だと思うけど、こう髪の毛ね、こうやってくっつけてまずは顔からやってもいいしね。ペンもね、いろんな色を買ってきました。さてさて、じゃあ何作る？全員違うなら、この前絵で描いた全員にならないようにしてる。そうだね。その動画はこちら。次の当てつこう。あと布もね、もうこれで何作るか分かっちゃったよね。五条飾る。五条飾るも作れるように一応買っといた。はい、じゃあ決まりましたか、何作るか。せーかはトミヤカです。うちは白です。これは五条飾るです。クオリティの高い好きなキャラクターを作ってください。レッツゴー。あの見本を持ってきました。はい、止めようか。はい、止めようか。おー、なぞった。よし、よし、いい、もう入ってる。なんか見本見たからね。あ、布。台がもう紙じゃない。布当てるだけでおしまいだよ。顔は髪の毛ちょうだい。髪の毛毛糸で頑張ってみる。それとも、それとも、それとも、ルイの方。ルイ、俺はもうさっさと終わらせて、さっさとね、さっきで見せたいんだよ。見せたいのか。あれ、富岡って目の色何色だっけ。えぇ、ー、わかっちゃった。なんか、ね、見せよこれ。消せない消せない、もう一回間違えたらダメだよって言ったじゃん。おー、なってるなってる。眉毛とかね、特徴的だから、よーく見ながらね。ママ、髪の毛寝てあげた。どうすんの。ルイの髪の毛だからさ、上にさ、ボンドにくっつけないでしょ。引っ張ってやるのが一番いいんだろうね。よし、いや、おごとだからハゲでいいや。こいつ忍者にしてやる。もうこいつはもう五条悟じゃなくてシャチにしてやる。シャチにしてやる。シャチにしてやる。おしゃけっつってる人にしてやる。なんか気持ち悪くなっちゃった。五条悟になる。誰こいつ。気をつけ。やだ。切れないよこれ布。じゃあ、あとはカツラかぶせる。頭ちょんまげになってる。できたかもしれない。カツラ貸して。できたね。早っ。あ、できたかな。ちゃんと目描いた。目でっかくなった。ゴールド貸して。そうしたら次はね、はい、できたね。これから発表していこうと思います。じゃあ俺から。五条悟の登場まで3、2、1、0。これは何ですか。テーマは銀行強盗した五条悟。何これ。これはね、ネックレス。赤いネックレスだったのね、これはね。めちゃめちゃワイルドな五条悟ができました。富岡見せるまで3、2、1。
お目目がこんな感じです。こんな感じに書いてます。これなんですか？これ心臓のハートと、あ、心臓のハートだった、ね、心臓たくさんあるね。これは洋服だったのね。洋服じゃない。あ、洋服じゃないの。これこれ何？そう、え、ズボン。なんでこんな、待って、お腹が痛い。頭に対してこれがズボンだったんでしょ。え、どこからがズボン？ルーガ君の、やだ、取らないであげて。スミレの校長をしのぶまで3、2、1。おー、すごいすごい。お、いい感じですね。お目目はちゃんと大きく書いてあります。ここちゃんと書いてあるね、すごいね。洋服ね、ちゃんと書いてあげたのね。じゃあみんなの、みんなの、みんなの並べてみようか。はい、ということでね、できました。楽しかったかな。ちょっと失敗した、ちょっとイラついたけど。だいぶイラついたけどね、大学。こんな感じで書いてみましたが、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います、はい、よかったらみんなもやってみてね。バイバーイ。せーバイルドーバイルドーバイルドチュッ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 バイドーバイドー。